はい、JPX デリバティブフォーカスの時間です。お客様をお迎えしています。日本貴金属マーケット協会代表理事、池水雄一さんにおいでいただきました。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとお久しぶりになりますけれども、そうですね、スタジオおいでいただいて、いつもは電話で、お話を伺っているんですけども、まあ、私たちはどちらかというと 株式市場の立場なんですけども、はい、ちょっと株価が、重くて、ちょっとイライラするとそんな相場が続いているんですけども、金の市場というのは、まあ、ニューヨークのコメックスの方はそんなに大きな動きではないんですよね今ね。まあまあ、しっかりではありますけどね。はい、そうですね、ただ国内の金先物すごいですね。そうですね、もうもはや上値がいくらになるかわからないぐらいの勢いで、そんな相場、上がってますね。で今ちょうど今もですね、歴史的高値をどんどん、塗り替えつつあって、今8080円台、先ほどちょっと僕見てたのは8000、あのスポットベースでは8100円にちょっとタッチするようなね、そういったところまで来てるんで、まあ、これはもう過去もう英語に過去あの歴史的な最高値、はい、そうですということですね、はい、いや、まあ、その、相場、その背景を、はい、まあそのちょっと分析していただきたいんですけれども、そうですね、特に円建ては強くなってるんですけれども、ということなんですね、はい、ドル建てでもですね、今1980ドル台まで先ほど朝ありましたので、これももはや、これだけ今はね、金利が上がってきているのにかかわらずゴールドも上がってきているんですよね、はい、そういうことですよね、ですから金利が上昇してなおかつゴールドも、あの普通の状況であれば金利が上がってドルが上がって、そういう状況の時に金は下がるんですけれども、今回は全くそういったその普段の常識が当てはまらないような状況になっている。でどうしてこんな風になっているのかというと、あのドル建てのゴールド の堅調の背景にあるのは、まず一つはやっぱりインフレ、これ大きいですね、はい、インフレ、この間の CPI が 8.4% でしたっけ、アメリカの、はい、まあ、40年ぶりの高値まで来ているというインフレがあると、それプラス、まあ、そのインフレのヘッジとしてね、インフレヘッジとして この世界の資金がどんどんゴールに入ってきてるんですね、だから、はい、もう金利なんか関係ないと、とにかくインフレで目減りする資産をヘッジするのは何が一番いいかっていうと、要は商品、その代表であるゴールドを持つことっていうのがまず背景にありますね、それプラスやはり、地政学リスク、ロシアの、ウクライナ侵攻っていうのがやっぱり、そのもっとボトムにはあって、やっぱり地政学リスクがあるときにやっぱりゴールドには資金が入ってきやすいっていうのがあります、でそれに加えて先ほどの円建てなんですが、この円安ですよね、126円、さっき僕が出てくる前は6円60銭ぐらいまで行ってましたけれども、はい、この円安がドル建てがしっかりしてると、でしっかりしてる、はい、円建て のゴールドの計算の仕方っていうのは、要はドル建ての金かける為替ですね、ですからそれを、31.1035 という要はオンスをグラムに直してあげること、計算すれば出てくるんですけれども、要はドル建ても上がってると、円安にもなってる、これダブルで効いてくるんですね。ああ、そういうことですね、でこの円安のトレンドはやっぱり、まあ、為替の専門家の人たちもたくさんいると思うんですけれども、これファンダメンタルで考えて、やはりそのこの間の日銀の、指し値があったじゃないですか、差し値オペ、はいはい、あれで日銀はもういくらでも資金をマーケットに供給するよ、供給するよ、要は、はい、金融緩和は続けるよっていう態度をはっきり示した、一方 FRB、 アメリカの中央銀行である FRB はですね、要は、これからどんどんこのインフレに合わせて金利上げていきます、今まで上げなかったのはやっぱりおかしかった話であって、1982年前回この CPI が 8% 近くだった時の金利って 14% とか 15% とか、それぐらいだったんですよ、フェデラルファンドレートが、今 0.5% ですよね、どう考えても安すぎるわけですね金利が、だから今後は本来であれば去年のうちに上げていかなきゃダメだったものを、
雇用とかですね、コロナの影響で経済をスローダウンさせないために、わざとというか、まあ、一時的に安く抑えたのを、まあ、雇用統計がだんだん良くなってきて、アメリカは、まあ、ほぼ完全雇用に近いような今状態、ね、もうそんな状態ですからね、ですそうするともう FRB をとどめるものは何もないと、これからどんどん上げていくよっていうことになってきて、それに対して日銀はまだまだ金融が続いている、そういうことですね、とすると金利差はこれからどんどん開いていく、開いていくということはもう火を見るのは明らかなんでね、そうするとやっぱり金利の高いドルが買われて金利が安い円は売られるっていう、この円安の流れっていうのはやっぱりまだ今こんだけ円安に来てますけれども、まだまだこれから続くと僕は思いますし、そうなると円建ての金ってこれもう天井なしに上がっていくようなイメージで見てます。そうですよね、その為替の状況を考えたら、どこまでいくかわからないという感じになってしまいますよ ね、もう今から130円とかで、ドル円言ってるんですから、もうだって126円半ばまで来てるんですから、ね、あと 3.5 円ですよね、こんなの一発で動きますよね。それ考えるとやっぱりね、円建ての金というのは今、要はもう過去歴史的に見ても最高値まで来てます。だから過去買った人は全員もうすごく得してるっていう、そういうことですよね。もう全ての人がもう。そうですね。ですからやっぱり短期的な資金、短期的にトレードするよりはやっぱり積み立てとか、長期的にポートフォリオとして持ってるっていう人は、長期的に積み立ててる人は今本当に買っててよかったなっていうふうに思ってると思うんですけど、だからここでじゃあ頭を打ってね、どっかで下がるかっていうと、今のこの今まで言った状況、インフレが来ている、それから日米の金利差がどんどん広がっていくっていうことを考えると、そう簡単にこの円建ての金の頂点が見える条件がまだない。僕今朝書いたレポートのそのタイトルは、円安、円建てゴールドどこまで行くか全く想像つかないっていうようなことを書いてるんですけど、ちょっと上がらないですよね。どうしたらいいんでしょうかね。これまで持っている人は、例えば積み立てこう投資やってる人は、さらにこの高いところでも買い乗せて、結構もちろん当然今まで持っている人は相当儲かってますから、利食いの動きも相当あるんですよ。ですよね。大手貴金属商の店頭などに行くと、売りたい人がわっといたりするんですけど、で逆に彼らの話を聞いてると、一方的にこれまでよくあったゴールドブームの時は、結構日本の人たちって安い時買って高くなると売るんですね、一方的に売りが多いわけでもなく、結構新たに買いを入れてくる人が結構いると。今まで続けてた人はちょっとディップがある場合またボンと買ってくるし、あとは今まできっとは全く縁がなかった人たち、新規の買い、そうですね、若い人たち、若い今金持ってる人ってやっぱりどうしてもこう60、70、そういった層が中心なんですけど、もっと若い30代、40代の人たちがやっぱり金が持っておくべきだっていう形で、新規の買いもやっぱり随分入ってきてるんで、そうなんですか。僕はよく言うんですけど、いつ買ったらいいかって聞かれるともそれはやっぱり分からないですよね。ただ欲しい時は買い時だっていうことは言ってますし、長期的にやっぱり保有するんであれば、もうあまり気にせずに、だからそういった意味じゃ、純金積み立てとかああいうやり方っていうのはすごく的を得てると言いますかね、その相場を気にせずに毎月こう決まった額買ってますからね、そういう買い方がやっぱり金には一番いいのかなというのが、そうか、今の市況というか相場を見ちゃうとなかなか手が出ないですよね。過去知ってる人、多分僕は37年間やってますけど、1000円割れた時もありましたからね。それを考えると今のこの8000円、で消費税入れるともう9000円というレベルがね、正直手が出ないですよね。だから僕個人的に投資家としては、僕はそうですね、プラチナと金が逆転した時から、やっぱ金よりもプラチナばっかり買ってるんで、なかなかもうやっぱり金買っとくべきだったなっていうのは今なって思いますけど、買った分は全然僕は売ってはいないんで。その国内の新しい人たちってやっぱりインフレを気にしているんでしょうかね。そうですよね、資産防衛とか、資産防衛という意味でやっぱりコモディティ、コモディティを持つとしても一番持ちやすいのはゴールドだと思うんですよ。原油とか
の先物とはちょっと ね、 そうですね、違うし、穀物っつっても、要は現物で持てるわけじゃない、持てるわけじゃないですね、はい、1年したら腐っちゃうというものよりもはやっぱり金っていうのは永遠にその価値が、価値がある、はい、あのずっと同じ形で残るという意味で、やっぱり投資としてね、その人類が5000年あのずっと価値を認めてきたものとしてはやっぱり意味があるかなと思いますね。ということですか。最後にですね、ニューヨークのゴールドの価格の見通しなんですけども、はい、ドル建ては多分ドル建ての最高値って2020年8月につけた、2000とび80ドルぐらいなんですけどね、今1970ドルぐらい、あ、そうですね、あと100ドルぐらいなんですが、やっぱりこのインフレがそう簡単に抑え込めないとすれば、今言った同じ日本の投資家と同じくですね、世界はもっとインフレに対するヘッジとして、今日の日経新聞も出てた、もう今日か昨日か忘れましたけど、やっぱり商品のポートフォリオはどんどん大きくなってきている、投資家の中で、はい、ファンドの中で商品に占める部分が大きくなってきているというのは、やっぱり彼らも実際的にそのインフレの、リスクを非常に重きを置いていると思うんですね。だからどれだけもそうそう今の状況じゃ簡単には下がらないし、下がったところではやっぱりしつこい売りか買いが出てくるというのが今の状況だと思います、ね、あ、そうですか、はい、この3月の高値ですか、このところはもう取ってくるのは通常ですよ ね、 そうですね、3月はその歴史的高値、2020年の歴史高値にすごく近づいたところだったんですけども、そうでした、そうでしたね、これはまさにウクライナ侵攻の時ですよ、だから地政学リスクでバンと買われたんですけれども、今はどっちかというとウクライナ情勢よりもはこのインフレリスクの方にマーケットの注目が集まってますので、これで CPI 等々が突破をせずにまだ行くようであれば、もっとこう金は買われる可能性は高いと思いますね。ということですか。これは20年の高値でね、まだ行っちゃうかなということですね。日本貴金属マーケット協会代表理事、池水雄一さんにお話を伺いました。どうも池水さん、貴重なお話ありがとうございました。